こんばんは。こんばんは。イヤホン TV のお時間です。そう、寄ってる。そう、バランスが悪いので。もうちょっとこっち寄る感じ。よいしょ。はい、始まる前にやっとこうよ。間違いない。これ動いていいですか、うん、はい、はい、こんばんも始まりました。毎週月曜日夜9時から放送のイヤホン TV が。はい、始まりましたって2回言いますけど、はい、この番組はもっと音楽をもっと気軽にもっと楽しく思ったように毎週夜9時から放送しております。はい、自己紹介いきましょう。はい、じゃあ右の方から左だ、ね、はい、秋葉原というスーパーアドバイザーのたっくんです。よろしくお願いします。はい、実は私もメルマガを配信することになりました。ぜひ購読してください。イヤホン担当まみたすです。よろしくお願いします。まみたす。はい、僕は、2,3 週間前ぐらいから水曜日のリユース担当のメルマガを書き出しました。買取担当のゆうきゃんです。ゆうきゃん。お、まみたすもメルマガか。そうなの。すげえ。なんやメルマガ組か。メルマガ組ってなんかそういう役回りになってきましたね。なんだかね。そうそう金曜日にやってます。金曜日担当。はい、まみたす。そうです、金曜日です。結構ね、メルマガ、まあ、やりだして思うのが、はい、あれですよ、うん、なんでしょう、購読してた方が得やなっていう情報がたくさんあ、確かにね、はい、うん、ぜひ。確かにっていう。急に宣伝チックな感じで、入ったんか。じゃあ、あれですよ、すごい個人的なおめでたい話でいいですか。お、はい、ね、今日ね、ちょっと友達から LINE で送られてきたんですけど、うん、僕、地元ゆうちゃんって呼ばれてるんですけどね、うん、ゆうちゃん子供生まれたっつって、僕の大親友の子供が生まれました。めでたいでしょめでたいでしょすごい、ね、僕嬉しくてふわふわした。番組の指摘専用もうね、全然もう無理益ない。今日ね、休憩中ずっとそんな話した。そう嬉しかったからね。俺も結婚しようかな。結婚しようかなと5回ぐらいずっとボソボソ言って単純やん。すごいね、幸せな気分な。はい、そんなハッピーなゆうきゃんが送る送るって言ってもらえるんですけど、プレゼント、ちょっと、まあ、今回は言うてやらせてもらってますけど、はい、じゃあ、そっか、ランキングからいきましょうか。はい、はい、じゃあすいません、じゃあ今週の週刊イヤホンランキングです。ドーン。はい、2013年9月30日から、10月の6日、おとついです。昨日ですね。昨日までの、ランキングです。イヤホンランキング、じゃあ5位から、うん、シュア SE215、うん、第4位、JVC ケンウッド HAFX3X、うん、第3位、シュア SE215 スペシャルエディション、うん、第2位、クレシン C520、うん、で第1位がフィリップスの SHE9710、うん、はい、はい、コスパ祭りですね。確かに。つい、はい、昨日、はい、この HAFX3X をつけて歩いてる女性を見かけて、はい、つい目で追ってしまった。またですか。あるある。いや、この結構やっぱ赤いケーブル目立ちますよね。ね、パッて見てなんか、あ、モンスターか、違う、そうね、確かについね、目で追ってしまいがちですが。じゃあ次、ヘッドランキングいきましょう。はい、こちらです。ドーン。第5位、ビーツバイドクタードレビーツソロ HD、うん、第4位オーディオテクニカ ATH-T400、うん、第3位ソニー MDR-1F245RK。 これは、うん、新しいですか。あの、ワイヤレスね。ワイヤレスね、はい、はい、第2位、ビーツバイドクタードレビーツ OV スタジオ V2、うん、来ました。新製品。第1位がコスモポータプロ。うん。安定のポータプロでした。うん、すごい、V2 が、うん、早速2位に。はい。入ってます。いいな。これね、音質、正直すごい良くなりましたよね。びっくりした。欲しいな。いいな。たっくんの今日のなんか立ち位置がすごいなんかあれですね、前の今までの僕みたいじゃないですか。じゃあ、はい、じゃあワイヤレスランキングいきます。はい、はい、第5位ソニー SBH50、うん、第4位ソニーの SBH20、うん、第3位がプラントロニクスバックビート GO2、うん、これも新しい
モデルですね、うん、第2位プラントロニクス、マーク 2M165、うん、第1位プラントロニクスボイジャーレジェンドなんて最高ちょっとまたお前か、はい、はい、マーク2は僕使ってます。あ、そうなんですか。マーク2買ったんですか。そうなんです。あ、あ、そっか、買ったって言ってましたね。そう、会議用に毎週出るたびに言います会議用に、うん、どうですか、使い勝手は。今日もね、うん、また月曜日やからあれやけど、今日もスカイプ会議だったんですよ。選手と一緒やんけ。毎回のことですよね。多分声がうるさいって言われたんですよ。だから、いや違う、あ、そうそう、やからかったんでしょ。そうなんですよ、あの、うん、コピー機の音がうるさいからあ、そうか、近いからね、うん、コピー機の音がうるさいからヘッドセットを変えと言われる。買えと、そう、地球じゃなくて、ぜひ使っていいよ。ね、まあ、近くのね、秋葉のお店にヘッドストーン見に行ったんですよ。うん、で USB で繋ぐのとかいっぱいあるんですけど、うん、なんかね、うん、ダサいんですよ。ダサい。そう、で、そこでもう自腹でいいやっつって、このブラントロニクスのマーク2を買ったんですね。なるほど。これね、超かっこいい。あ、でもね、見た目結構かっこいいんですよね、スタイリッシュ。うん、しかも、これついてないですけど、うん、イヤーフックもね、同梱されている。透明のやつ、はい、うん。しかもこれ、右耳でも左耳でもどちらでも大丈夫。なんでそんな片方、はい、はい。なので、左右選ばず使えるっていうのは素晴らしいですよね。うん、そうですね。はい、はい、まあ。人気の製品は、それなりに理由があると。そうですね、もうヘッドセットでこんなに語る自分がちょっと気持ち悪くてしょうがないっていう確かに新しい次元に達したな、なんやねんっていう話ですよね。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ次ですね、セオキーアンプランキング、はい、最後です。ランキングがはい、こちら第5位がオーディオテクニカ AT-HA21、うん、第4位ホステックス HP-A8、うん、第3位オーディンスト HUD-MX1、うん、で第2位オーディオクエストのドラゴンフライ2、うん、で第1位ジャブズの、XDDC プラスとなっております。はい、ボタンランキング画像、うん、ありますよ、多分後でじゃあボタンランキングちょっと探します末置き、あの、ホステックス HP-A8、 はい、もうランキング全然関係ないですけど A4 が、うん、あ、発表というか公開されてますね、うん、そうですね。 HP-A4 はBSD に対応した5万円くらいの据え置きヘッドホンアンプ A3 の上位に当たるモデルで2419対応とか DSD 対応とか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 胸熱なDS ダック10キラーみたいな、まあ、殺しって言おうと思ったんだけどちょっと危ないかな言い方をね、そうですね、言い方の問題はい、ね、ポタのランキング見つけました。こちらですね、はい、はい、こちら週刊ポタのランキング、第5位、CAV ジャパン BRT-PA1、これブリュッターですね、うん、第4位フィーヨの E07K、うん、第3位が、ビットトレード1、AD00031 電流機関式ヘッドホンアンプ、はい、第2位、ベンチャークラフトサウンドロイドタイフーン、はい、で第1位がフィオ E6、はい、フィオ E6、うん、すごい、でもフィオ無双じゃなくなってきましたね。そうですね、あの電流機関式ヘッドホンアンプは、ね、これが3位に入ってくる、ね、変態やね、すごいな、そう、うちならではのランキングみたいな感じです。そうそうそう、すごいですね、3位ですから、またね、ニッチな感じが。本当、そうなのよ。違う、うん。サンドロイドもね、家ではしますからね。うん。すごいな。あ、ね、値段の幅が広いですね。うん。はい。じゃあ、以上ランキングでした。カメラ戻します。はい。はい。はい。ということですね。はい。本日は、はい、こちらです。はい。ウェストン特集ウェストン特集はおかしい、すごい、まま、ウェストン特集はおかしいので、ね、はい、ちょっとお待ちください、ちょっと、はい、今待機していただいている本日のゲストの方がいらっしゃいますので、はい、どうぞ中に入ってくださいよろしくお願いします。もっとな、ちょっといいですか、はい、どうぞどうぞ、失礼します、はい、失礼します、こっからお願いしますバトンタッチ、こっからお願いします、
じゃあ俺がやりましょうか。はい、はい、はい、ということで、じゃあ画面を言うキャラでもいいんですけど、ね、逆にこれぐらいでいい。たまにって言うするぐらいの感じ。はい、全然斬新だけ言ってだけで大丈夫ですか。すいません。今日から天の声くんと呼ばれて。はい、ということで、ウエストの代理店テックウィンドからお二方にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をお願いします。はい、ウエストンの製品を、の仕入れを担当してますテックウィンドの水野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。営業やっている原口と申します。よろしくお願いします。なんかあれですね、濃い感じだ。前に、ね、ちなみに原口さんは大のイヤホン好きということで、そうらしいですね、今日もマイセットをお持ちいただいて、なんかマナポケットに見えるんですけど、営業さんが使ってるのがカスタムっていう。すごい、しかもちゃんとすごいすごい環境で。赤好きなんですか。そう、赤でちょっと今回統一してみようかなと。テーマがあるんですね。今回赤で。すごいコアな方なので、今日も存分に、はい、イヤホンして、はい、語っていただけるかと思いますので、はい、ぜひ1時間お楽しみください。お願いします。では、はい、まず、はい、いきなり、はい、ウエストンとはどのような会社なのでしょうか。はい、ウエストンとは、そうですね、簡単に説明させていただきますと、はい、アメリカの会社です。で、アメリカの、コロラド州にある会社でして、もともと1959年に設立されてますので、かれこれも今年で54年経つ老舗です。すごい老舗ですよね。はい。で、もともとはですね、その創業者のモルガン夫妻という、ご夫婦がいまして、その方のご自宅のキッチンで、カスタムイヤホンの製造というか製作をしたのが元々の始まりです。はい、うん、始まりがキッチン。カスタムでキッチン。そうですキッチンでカスタム。そうなんです。で、それから、まあ、カスタムイヤホンですとか補聴器とかヒアリングケアの製品を手掛けてきてまして、で、元手話などの、E1 と E5 のカスタムイヤホンの、共同開発もしてたりですとか、あとは UE の初期のカスタムイヤホンの、まあ、OEM 元というか委託を請け負って、カスタムを製造していたという背景があります。と、はい、ことは、つまり今主流になっている BA のイヤホンを作ってるメーカーの技術の元というか、祖先に当たるようなブランドですよね。そうなんです。なので縁の下 の、 力持ちというか、そんな感じでやってきました。はい、はい、ということで、ウエストンという会社が実はうちのオカンと同い年やったっていう、そういうこと？そういうこと、ね、それ言いたくてしょうがなかったっていう。そうか。そうなんですね。それくらい老舗って言ったらなんかちょっと違う気がする。お母さん見てたらやばい感じだね。ドリカム好き。そうですね。はい、はい、ドリカムだけじゃないんですよ。はい。はい、で、そんな、ウエストンさんが、はい、何やら。はい。ですね、今月、発売開始のこちらの、UM プロシリーズ、10、20、30を発売します、はい、このシリーズは UM とついてますが、まさかあの UM シリーズの後継です。はい、で、今、ずっと今まで販売してきた UM シリーズは、これからちょっともう手に入らなくなってしまいまして、それの後継としてこちらのプロシリーズが、後継でどんどん出てきます。はい、はい、まあね、もう見た感じかなり違うというか、ね、なんだろう、もう異質ね、一応前の UM も持ってきて、あの前の UM モデルもかなり人気が高くて、はい、うちでもとんでもな数を販売した
記録があるんですが、はい、それの後継機種ということで、はい、実際商品を見ていくとかなり違いがあります、うん、見た目も若干ね、そうだね、形状も少し変わってますよね。そうです、シェルの大きさも多分若干小さくなってるのと、 You can カメラ自信ついぞ、すいません、すごい黒子化してるちょうどレッドとなんか色味も全然違いますね、うんうん、マザコンとかマザコン、あながち間違いないさあ、もうちょっと上じゃないかな、お、こんな感じですか、なんかちょっとずれ、うん、なんかあれやな、地味な感じやな、それなちょっと近くていいと思うよ、もうちょい近く、うん、はい、まあ色味の違いくらいが伝わったかな。嘘、それじゃダメでしょ、ちょっと申し訳ない、申し訳ない、どうすか、あ、いい、いいね、ちょ、後ろの方がね、黒黒黒に、うん、なってる分、はい、ちょっと黒みがかって見えるっていう感じなのかな、まあ、正直可動が全然 丸くなりましたね、うん、そうですね、はい、ということで、うん、これが、うん、UM、うん、プロ、うん、はい、の一番下のモデル10、ね、10です、はい、ということでじゃあ一個ずつご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあですね、そうしましたら、はい、あ、じゃあ UM プロシリーズの開発背景をちょっと簡単にご説明させていただきたいなと、はい、まあご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、ウェストンシリーズと UM シリーズという、まあ、コンシューマーイヤホンはウェストン2つに分けられてるんですけれども、うん、この UM シリーズは、まあ、使っているドライバーがですね、うん、カスタムのイヤホンに使われているドライバーと全く同じものを使ってるんですね。で、もともとウェストンはそのカスタムイヤホンを手掛けてきた、まあ、老舗の会社っていうのもありまして、まあ、プロミュージシャン向けにですねカスタムをいろいろ作ってきたんですけれども、まあ普通のお客さんというかコンシューマーの皆さんにもカスタムの音を楽しんでもらいたいという、うん、熱いこうものがあったようで、じゃあ同じドライバーを使ってもう少し手頃な価格で売れないかっていうのを、いろいろ考え抜いた挙句こう出てきたのが UM シリーズです。で、まあ、ウェストンシリーズは MP3 プレイヤーとかその iPod で音楽を聴く、もともとそのレコーディングされた音楽を、そういうデバイスで楽しんで音を聴くっていうのにすごく適してる音でして、まあ、どんな特定の、周波数でも強調することなくバランスのいい音を出すっていうのがウェストンシリーズなんですけれども、UM シリーズは、まあ、プロミュージシャンがステージ上で使うためように、まあ、基本作られている製品ですので、中音高音はもちろんキープしつつも低音をこう強調した音を出して、まあ、それぞれの楽器の音ですとかそういうのをこうクリアに聞けるような仕様になってるのが UM シリーズです、うん、はい、うん、すごいなんか妙に納得してしまった、うんうんうん、そうなんです、うん、で、まあ、今回新たに UM プロが出てきたということですので、ちょっと今までの UM シリーズとの違いも述べつつご説明をさせていただきたいと思います。はい、はい、どうしましょうかね基本的にですね、そのドライバー使っているドライバーとか仕様はですね前の UM シリーズと変わりません。お、じゃあこの UM1 と、うん、はい、中の、BA ドライバーも同じです。うん、はい、なのでその何て言うんですか、周波数であるとか、うん、インピーダンスとかその辺のこう細かい仕様は全く同じなんですけれども、変更点がですね、
ここにアップしなくても大丈夫です。黒のデカみたいな。ごめんなさい。ここしかね、ないんです今日。あの、滑るところが。コネクタがですね。外してもらっても。あ、そうですね。外してもらっても分かりやすいかもしれない。MMCX、今まで2ピンだったんですけれども、はい、MMCX のコネクタに変更になってます。うん、でいよいよですね。いよいよです。この多分私が思うに、はい、このコネクタになったのは岡田さんの鶴の一声もあったと思うんですよね。マジですか？あの去年去年確かにウエストンのアメリカの担当者が来た時に、はい、なんかめっちゃ偉い人がそうなんです。ここの店舗で、ね、あの水野さんがいたのは知ってて、あ水野さんやってなんかめっちゃでかい外人のやつで一緒に。そうハンクさん、ハンクさん来てたんですよね。がそうなんです。いろいろちょっとヒアリングをしたいということで、うん、まあイヤホンといえばイヤホンさん。あ、どうもありがとうございます。なんか急に宣伝じゃん。いやでも本当に本当にそう思ってちょっと店舗視察も兼ねて、うん、あのハンクさんをお連れして実際ね生の声を聞かせていただいた時に、まあ岡田さんの方から。他のイヤホンさん、イヤホンメーカーさんどんどんこのコネクタになってるので、まあウエストンさんもこのコネクタに変えたらどうですかみたいな。で彼がその場で一生懸命こうノートでメモってたんですよ。でその日本でのヒアリングの結果を多分本社に変えて、それをこうアドバイスをこう生かしてできた。すげえかっこいい。かっこすげえ。僕のおかげだ。おかげだ。すごいですね。そうなんです。そんなのもあって、多分まあいろいろ他のメーカーの製品も彼らもちろんいろいろ勉強してると思いますので、であとは今まで2ピンで、うん、折れてしまうとか、うん、その辺の声がちょっと多かったようで、でまあ MMCX に変えていこうと。いうのもあったそうです、うん、はい。で今回の UM プロシリーズはすべて MMCX すごい。ちょっとハモった。なんやねこの。そもそもそんな。でまあ前と一緒とは言いつつも、あと使われてるイヤーチップがですね。うん、この2パターンありまして、トゥルーフィットシリ、フォームイヤーチップと、こちらがですね、スターチップという、こちらのスターチップはウェストン の、独自の製法で作られて特許を取っているイヤーチップになってます。でこのイヤーチップで聞くことでさらにいい音が聞けるっていう改良点もあります、うん、はい、はい、なぜスターチップかっていうと、中を見るとスリットがこう入ってますよね。そうなんです、はい、だから欲しいじゃないけどなそれをぐるっとひっくり返してもらえるとわかりますよね、はい。なんかこのイヤーピースひっくり返した時すごい残念な感じになんか寂しくなりましたね。トイレをこうやってやるって失礼。めちゃくちゃ遮音性高いんですからね、それで。これでも実はすごいんですよ。素晴らしい。ね、こう戻そうかな。うん、ちょっと寂しくなる。音がね、マジでいいんですよね。うん、実はフォームのイヤーピースも、うん、ここだけの話、うん、各社、独自の開発ができるようになったんですね、うん、っていうのも、うん、コンプライのフォームの特許が切れたらしくて、うんうん、でこのフォームを独自で作れるようになったんですが、うん、ウエストンに関して言うとフォームまあいいんちゃいいんですけど、うん、絶対こっちで聞いた方がいい、うんうん、なんでかっていうと音の輪郭がよくはっきりする感じがします、うん、ちょっとフォームって全部そうなんですけど少し輪郭が潰れちゃうようなイメージがあるんですけど、それが全くなくて、うん、ドライバーが出たとか本当にストレートに耳に入ってくるような印象のイヤーピースなので、これはすごくいいですね、うんうん、でかつシリコンの弱点の遮音性がちょっと低い部分、うん、それが
なぜか遮音性がめっちゃ高い、うん、不思議なフィット感というか密閉感があるので、うん、このイヤーピースは大発明ですね、うんうん、まあこんな話をメーカーの人の前で言うのもあれですけどいやもうそのままです、はい、おっしゃる通りです、はい、さらに言うと他のメーカーの日本にも使いたいくらいな完成度の高いイヤーピースですね、うんうん、はい、じゃあお返ししますと現地からそうですね、そのあのスターチップの、それぞれのサイズとトゥルーフィットのいろんなサイズが同梱されてきます、はい、はい、実はこんなじゃあやっちゃうのかい、やっちゃいましょう、ぜひやっちゃいましょう、ど開封で開封式が今から行われます。これも製品版と全く同じ。全く同じです。全く、はい。そうですね。もう発売明日ですもんね。そうですね。そうなんです。23時は明日なんです。なんかウエストのパッケージこれまでの印象とかなり。タタック。なんでさっきそう。観客かなんか。いよいよ殺しにかかってくる。すごい今までのパッケージに比べるとかなりあのしっかりした高級感のあるパッケージになってます、うん、すげえかっけえすごいほら人の顔みたいでしょそれってちょっといらなかったか最近思うね勇気は大丈夫なんかなって心配取りますわあのすごいなもっと伝えてすごいなこれいやもう人の顔にしか見えないんだよそこ膨らましそうになるからもうやめとこうと思ってねでーん取っちゃいましたこれ今開けてるのが、はい、UM Pro 10の方10ですねはい、です。あ、でもやっぱり全然教材の大きさも違いますね。ではドライバー一つ一つが大きくないですか結構さっき見てて思ったんですけどおそうですね、まあ、10、20、30は基本的にメインのドライバーが結構大きめだと思いますね、うん、他の、まあ、他社メーカーさんと比べると、うん、そうですねなんか自分のカスタムを出しちゃいたい、ね、ここにねいっぱいあるんですいっぱいドライバーあるいっぱいある大量のドライバーあのこのドライバーのデカさは須山のカスタムよりもデカいんちゃうかなって大きいかもしれない、ね、結構大きいですよねですねさすがフルレンジ、うん、フルレンジさすがフルレンジって気持ち悪いさすがフルレンジだから物としてはそのカスタムと同じものを使っているので、うん、比較的やはり大きいものが、うん、搭載されているのかなと、うんはい、なのに筐体すごいちっちゃいですね、はい、あ極力ちっちゃくなってますねこの中も開けてみてくださいあ、はい、すいませんあの今までですねあのジッパー式のケースが同梱されていたんですけれども、はい、ちょっとそれよりもグレードアップしたモニターボルトケースというかっこいいあの防水ケースですね すげえ防水なんですかそれ防水です、はい、水に行くとうしかも浮くでじゃああれやゆうきゃんそれ持ってプール入っても大丈夫やんこんなプールの話僕をプールに入れたがりますよねいや行きましょうって言われこそは豊島園かなり豊富なあすごいいっぱい入ってますねそうなんですでトゥルーフィットの方はサイズによってあの中の軸の色分けで、うん、そうかわいいんですよこれ、ね、サイズが見分けられるようになってます、うんあとクリーニングツールが1本入っている同梱物です、うん、ちなみに買取でこのケースの方がひび割れてたらちょっと減額なんで聞いてくださいすごいなワンポイントアドバイスねそうねこれはもう5種類買っと5種類ですかね両方今まではそうかな出してみたらトゥルーフィットはおそらく5種類入ってスターチップの方がちょっと少なめだと思いますあそうなんですはい4R とかは
ただですね、ウエストの場合は、うん、あの中のイヤーチップをですね、今まで予告なしにどんどん変えてくるという、ちょっとね、困ったことあるんですけど、タイトルの時とかちょっと困ったことあるんですね。そうです、私どももかなりそれであの困らせられまして、あのメーカーの方にもですね、うん、ちょっと困るという声を投げたんですが、うん、まあ、それはワールドワイドでしょうがないというまあアメリカ人らしい回答が返ってきまして、ゆきはその端のイヤーピースでかくねこれはそれこれはでかいこれあのコスモコスモあのジャップラザッピングのやつすごいサイズでしょ、すごい大きい、なんかもう耳栓よりでかいんちゃうかぐらいのこれはね、これそうですね、人差し指サイズぐらいなんですね欧米人向けな、はい、でも意外に出てるんですよ、。出ないと思いつつ、あのチップも別売でやってますね。はい、やってますので。スターチップの方が、うん、4種類かな。1、2、3、4種類。4種類。4種類。4種類ですね。こっちがスターチップの4種類と、うん、こっちが5種類入ってます。ありがとうございます。あ、そうか、こっちがあるんや。5種類の5種類ですね。5種類ずつですね。すみません、情報不足で。やっぱ5種類の5種類。いきなり10ペアついてくるっていうのも大盤振る舞いですね。フォワールと一緒。フォワールはでも、そっか。M サイズが2種類ある。2つ入ってるんですよね。そうです。今のロットで。はい。はい。こんな感じ。そんな感じで。20とか30も。違う、20、30は同じです、ドコンブツ同じです、ケースも同じ色ですか、で同じ色です、あの、はい、ウェストンのコーポレートカラーのオレンジを使ってまして、はいはい、すごい、ね、パッケージがかっこよすぎる、紙あ、本当だ、オレンジですね、こちらもこちらも、はい、こんな感じで、はい、ですね、なんかパッケージって大事ですよ ね、 ね、そうですね、結構高い製品だと皆さんパッケージもきちっと保管されてる方多いので、うそうね、はい、僕もあの家にイヤホンのパッケージがクソほどあります、引っ越しも持ってたんですか、うん、あの空箱を持ってた病気になっちゃうかなって思う、うん、ね、カスタムどこも持ってたら、ね、病気やな、病気やな、はい、で、UM プロ10は、うん、クリアとレッドとブルーの3色の展開でして、 UM プロ20は、クリアの1色のみで、こちらの UM プロ30の方がですね、今今月発売できるのがこのスモークというグレーのカラーなんですけれども、今年の12月ぐらいにクリアが出てくる予定です、うん、なぜクリアだけ遅いのかはいまいち理由はわからないんですけど、うん、はい、多分クリアの材料が20で使いすぎちゃったとそうか、10、20で ね、はい、どんな計画性持つって勝手な想像で、ね、そうなんです、よりクリアなのかもしれない、はい、すごいクリア、もしかしたらもうなんか面白くなる気がしないもう行きましょう、はい、じゃあ簡単にモデルずつの特徴とかも、そうですね、はい、じゃあお願いします、そうですね、モデル、まあ10からじゃあ行きましょう、はい、10から、まあこれシングルのドライバーなんですけど、まあ思いの、まあ先ほど見ていただいた通り1個あたりのドライバー結構大きくて、うん、思いのほかクリアだなと、音の傾向でいうと結構フラットな方向性なのかなと、うん、もう今までのウエストーンの製品と変わりないような形にはなってると思いますね、はい、はい、じゃあ20の方、20、20はですね、まあ、ドライバーがこうデュアルでついているので、はい、まあ、合計4ドライバーか、はい、にはなっているんですけども、結構ドライバー数がどんどん増えてくると結構なんか音がなんか高音ちょっと強めになってるなとか低音結構強いなっていうのは結構あったりするんですけど、これ20の割にはすごいバランスが取れてるのかなと、うん、で聞き疲れもあまりしないような感じなので、なんか長時間つけてたり、まあ、例えば出勤とか通学とかそういったところでも使い勝手がいいのかなというところはありますね、うんう
まあ、次30はですね、まあ、一番この今回出てきた10、20、30の中で一番上のグレードにはなるんですけども、やはりちょっとまあ、3ウェイのドライバーを積んでるっていうのがあってすごく解像度が高いですね、個人的にもちょっとこれはいいかなと思ってて、まあ、そのまま、まあ、ものが ES の 3X とものが、うん、内容のものとしては一緒なので、これはちょっと分かる人には分かるかなっていうところがありますね、はい、ちなみにドライバー数は1個で2個の 2way ですか？2個の 2way と、はい、30が3個の 3way です、はいはいはい、ということでウエストンは、ね、3way を初めてこの島向けで出したメーカーですよね、はい、僕もリアルタイムで出たと思って学生時代どうしよう、お金ないけど欲しいってやってましたね。こんな夢のあるブランドの最新機種ということで、僕たちも実際、はい、10、20、30を聞いてみました、はい、ね、すごいね、ほんまにステマみたいなんですけどマジでいい、よかったね、ちょっと10から行こうかな順番的に、はい、順番的に、うん、じゃあちょっと天の声さん10はどんな感じですか？僕ね、さっき10聞けなかった。なんで30、30、20みたいな、10、なんでそこの10つくんですか？さっきうまいことその3分の1やって、僕、はい、天の声30じゃあ天の声じゃあ10行こうかな、はい、はい、10はフルレンジの BA なんですが、うん、まあ、BA というとね、フルレンジだと言っても、ちょっと広域と的が物足りないなと感じることとかもあったりしますね。特にここ最近はいいイヤホンが安くね、BA のものも手に入るようになったんですが、やっぱりそこら辺のラインナップとはちょっと格が違う感じの音がします。ぶっちゃけ僕も上の方から聞いてちゃったので、すごいこう音が薄いように感じたのも事実なんですが、まあ、バランスはすごくいいですし、あとこのシリーズ共通でこう音が広い、ね、しかも不自然じゃなくて自分の頭を中心にこう360度球体があるような本当に自然な、まあ、音場がして、その中にこう定位がしっかりパシパシって決まるのがすごい気持ちよくて、で特にこのスターチップを使った時、音の輪郭がよくはっきり出てくるので、ほんまに定位感がすごいいいっていうのがこのシリーズ共通、で特に手に関して言うと、まあ、上のモデルと比べちゃうとやっぱり見劣りする部分もあるんですが、必要十分というか、正直フルレンジでここまで鳴らされちゃうと、他のメーカーさんかわいそうなぐらいな、すごい完成度ですよね、ライバルは SE215とか315になってくると思うんですが、またちょっと違う路線のすごいいいモデルかなという感じがしますね。10についてはそんな感じかな。10、そうですね、バランスいいですし、あと確かに音の粒的にはすごいはっきりしてるんですよ。で、あまり厚みはないので、まあ弱点っちゃ弱点かもしれないんですけど、例えばミュージシャンとかバンドマンの人でカスタムはさすがにちょっと手つけられないけど、モニター用でイヤモニが欲しいっていう人とかは、そういうので聞き分けしたいっていう方にはすごくいいかもしれないですね。10、20よりはより聞きやすさはあると思います。うん、そしたらその20いっちゃうか。20、はい、20ちょっともうちょい中域メインな感じで、ドラム周りとかすごい綺麗に聞こえるなっていう気はしました。ちょっと厚みがある感じで、ボーカルもそうなんですけど、30よりはまあちょっと劣りますけど、やっぱ聞きやすさはありましたね。うん、そうだね、20は、どうしました構いましたよ、一瞬ではい、20はBA が1個増えて、2way なので、うちは僕あんま 2way のイヤホンって好きじゃなくて、なんですか、なんか どっちつかずじゃないかな、なんかパッとしねえなって思うことが多い 2way のイヤホンを、ね、否定するわけじゃないんですけど、で特にね、425とかがライバルになるのかな、
なんですが、まあ、あとはあれか、J-Phonic とかちょっと値段が違うけど、うん、やっぱその 2way ってどれもこうフラットで味気ない感じが多いんですけど、うん、ちょっとそのモデルと比べて癖があるような印象で、うんうんうん、やっぱ声の帯域がよりはっきり聞こえる感じがありますね、うんうん、なんやろね、こう帯域が別に被ってるわけじゃないとは思うんですけど、うん、さっきの点よりかはもうちょっとこう再生力が上がってるとか、うんうん、野村健二さん風でいう基礎体力が高いというそうね、なんかポテンシャルがすごい上がってもうちょっとこう楽しく聞けるような感じに僕は聞こえましたね。天の声さんは僕ですか？20の話です、はい、20の話、そうですね、僕ね30から聞いて20を聞いたんですけど、うん、やっぱり30と20比べるとね全然違うんですよね。で20の方は僕もさっきちょっとポロって言ったんですけど、まあ、UM シリーズっぽいその、まあ、中域ぐらいがやっぱり聞きやすいんかなっていうのがそうやったんで、まあ結構やっぱボーカルものを聞かれる方とかはすごい楽しいかもしれないです、うん、はい、まあね、ヘブン2と比べるとどうですか、多分10の方かな、うんうんうん、なんですが全然方向性が違うかなっていう、うん、マジでそのスタジオというかステージというか、うん、そういう元の音に近い音で再生できる部類のイヤホンですよね、うん、ヘブン2とかだともうちょっとこう味付けがあって、うん、まあ響かせたりとかそういうのが出てくる、うん、まあ、余計って言ったらあれかもしれないですけど、そういう感じですよね、うんうん、そして一番もうこれでしょうっていうのが30、うん、あの高かろうよかろうじゃないんですけど、これは本当にすごい。すごいね。30はすごい。すごかった。30はここにいる全員がやばいという。すごい。満場一致で、うん。何がやばいのかっていうと音が良すぎる。もうね。あのライバルこれです。リファレンスモニターです。言ってましたね。マジでカスタムの音が普通になってる。でむしろカスタムの音がいいんじゃないかぐらいの。ね。リファレンスモニターってあの。アメリカのスタジオと共同して作った超フラットなイヤホンなんですが、まあ音がいいと、うん、今人気のモデル、うん、で、うん、それをこう交互に聞いたんですね、うん、もしたら重心がちょっと30の方が少しだけ低い感じが、まあローの出方が、まあ、濃いというか重いというか、うん、で解像度に関しては多分こっちの方が高い、リファレンスモニターで解像度が高い、これは言っちゃう言っちゃう、あの UE も大好きなんですが言っちゃうこっちの方が解像度高いですね、うん、で音場も UE って音場めっちゃ広いんですが、うん、こっちの方が広いんですよね、うん、で装着感もどっちがよって、まあこっちもいいんですけど、こっちもかなりね、あの形状が丸いからなのかイヤーピースができすぎなのか知らないですけど、うん、フィットしやすいですよね。なんかすごい違和感がないですよね、うんうん、だからライバルがなんかね金額べらぼうに違うここにあるんだって、もちろんオリジナリティってとこもあるんですけど、すごいこのレベルの音がこのコンシューマー向けでなっちゃうのはマジで勘弁してほしいところですね本当にすごい、すごいですね、うん、とにかく広いってとこがまず第一印象で、ブワーってめっちゃ広い音場がちゃんと支えてるのに広いんよね、うん、これはすごい。でかつ音がこもってなくて一切のこもりがない、ない不思議なくらいこう抜けてくんですよ、うん、イヤホン版 HD800 みたいな、うんうんうん、で重心がもうちょっと低くなった、うん、うん、なんか、うん、化け物やみたいなこれねすごいそれくらいすごい衝撃的なイヤホンでしたね、うんうん、なんかスターチップとの組み合わせも最高に装着感が良くなる、うんうんね、しかもこれ今日届いたんですよね、うん、そうです、今日届きました。全く鳴らし込んでない、鳴らし込んでないです。私も手元に今日のお昼に本社に届いた、はい、ね、無理って持ってきてもらったんですよねもうヒヤヒヤでした、似合うかどうか、うん、あのほんまに
誇張しすぎじゃねって言われてますけど、シャレになんないくらいマジで近いです。ぜひ聞いてもらいたいです。すごいっていう、うん、はい、イヤホンですね。一回隣の部屋で聞いて、皆さん視聴されてる時の悲鳴が聞こえてますね。そうね、なんだろう、うん、確かにリファレンスモニターはドライバー3つで同じドライバー数でちょうど同じ 3way、うん、で、まあ、耳型が取って作るか作らないかの差だと思うんですけど、やっぱりこの30の完成度はなんだっていう、ね、で結果これが 3x と一緒なんやったら俺 3x 欲しいなってなっちゃう感じの、うん、これでカスタムで手に入るんやったらほんまにどんだけ偉い音を鳴らすのみたいな確かにところですよね、うん、あのほんまにこんなに褒めることってあんまない。そうですね、だいたいなんか難癖つけてる難癖つけるんですけど、今日は本当に難癖のつけようがないくらい、うん、3人とも同じですよね、うん、珍しく。いつもだったらこう3機種あると俺これこれみたいな好き嫌いありますけど、なるほど、みんな満場一致でしたもんね。これはすごい、うん、なんか10、20が悪いとかじゃないですよね、じゃなくてね、うん、それはそれなんですけど、30がズバ抜けて、なんかそのなんでしょう、その求めてるものがなんでしょう、まあみんな一緒やったからそうなったんかもしれないですけど、うんね、もうやっぱりズバ抜けて、 ってなってね、はい、スターチップはウエストンシリーズにも通常通り使えます。 K は一緒ですね、はい、で 3X との音の違いですが、うん、形状の違いとイヤーピースの違い、多分出てる音自体は全く同じやと思うんですけど、より耳に正確に届くようになったっていうのが正しい表現だと思います。それで元々の音はいいものが減衰なく届くようになったので、さらに良くなってる感じはしますね。はい、なんか僕はもう満足です満足ででもほんまね、ダメですよこういうモデル出しちゃう。年末にかけて新製品が増えてくるのに、お怒りね、物欲がこんなにこれはね、これはダメだよ、やばいですよね、欲しいですよね、うん、いや結構10だけでもすごく良かったので。そうだね、20、30どうなるかと思ってたら、うん、はるかに上でしたね、びっくりしました。しかもなんかモニターライクなとこが、ね、にくいんですよね、うん、そうですね、カスタムの独壇場やみたいなとこが持ってきよったと思って、うんうんね、すごいですよね。あとまあ一貫しているのがそのウエストンの独自 の, そのウエストンシグニチャーサウンドという、まあ聞いていて疲れさせない音をこう再現するというのは、もうずっとこうウエストンの何でしょう、会社の元になっているそのコンセプトというか、なので装着感も疲れさせない、本当にボディも軽く、うん、耳周りとかそのケーブルの取り回しもすごくこう、うん、よくできていて、音のこうクオリティも疲れさせない綺麗な音をっていうのを一番大事に作っている会社さんです。はい、マジですごい大ちゃん大ちゃんじゃあおじさん今それ言おうかなと大ちゃん私に買ってくださいやっぱマジで僕買うと思います大ちゃんってうちの大阪のスタッフ見に来てくださいね、うん、これね、なんかこれほんまに騙されてたと思って一回買ってくださいですね視聴も、はい、そうですね、そうですね、できますので、はい、今日サンプルをちょっと、はい、イヤホンさんに置かせていただきますので、はい、はい、あ、ちょうどいい質問が、これ僕こういうの待ってたんですが、はい、SE846 との比較は、はい、ほう、うん、別物ですね、全く、傾向が違いますね、ですね、うん、なんかローの出方とかも、確かに846もすごいリアルな感じなんですが、それよりももっとなんだろう、元の音に近いというか、原音忠実ってあんま言いたくないんですけど、原音忠実って言葉がこんなにも当てはまるように、うん、しっかりとこう、うん、元の音を出せるっていうのが、うん、ほんまにこういうカスタムと共通してる思想で作られてるですね。まあもちろんドライバーが同じだから、まあ、それはそうですよねっていう話なんです
すごいですよね。すごいですね。しかもちょっとリファレンスモニターより角が若干だけ柔らかいっていうところがまたミソで、うん、いいな。これいいね。欲しい。僕ウエストのカスタムを使ってないので、お、あ、そうか。そうなんですか。そうですよ。こんなに持ってウエスト持ってないんですよ。ここ見えないかもしれないけど、ここにあるんですよ。そうで、今日は絶対カスタムと比べてやろうと思って。ああ、そうですか。うん、ぜひじゃあウエストのカスタム。そうですね、なんか怖いな、これ30のカスタムってもうないやねんって話ですけど、ほんまにでもそれくらい、うん、やばい、ウエストめっちゃええやんみたいな、うん、よう喋ったわーって。やったったみたいな。ちなみにカスタム原口さん使ってますもんね、はい、これは私は ES の5を、おー、多分社内で使っても私だけですよね。と私が ES3X ですね。私はこの5使ってるんですけど、これの特徴としてはこの耳に入る、うん、ちょっと見えにくいかもしれないな。ユーキャン、ユーキャン本体ごと持ってかないと。本体持ってか、特殊にちゃんと。これのイヤホンのこう耳の中に当たる部分が、はい、まあ、他のカスタムさんは全部、まあ、アクリル製だと思うんですけど、そうですね、ウェストンさんのものは、うん、もうあのシリコンが使われてるんで、でも結構高価、硬い結構シリコンなんですけど、ちょっとあの体温でちょっとだけ硬さが柔らかくなるんで、体に馴染んでくれるっていうか、なんか結構長い時間聞いてても、もう耳につけてる感覚がどんどんなくなってくるような。すごい。間違ってそのお風呂に入りそうなところがあって、まずいなと思って。それやばいっす。そんなにで。もう最近気がついたんですけど、家であのスピーカーをやり始めて、どんどん追求しててめっちゃ音が良くなったんですよ。うん、で最後、めっちゃ音がいいのを聞いてると人間は眠くなるっていうのがあって、それに近いところですよね。心地よくなる、ね。心地よくなって風呂に入っちゃうっていう。さて、じゃあ風呂に入ろうかな。そこまで来ちゃう。装着感。音どうですか？ ES5 も。視聴器でもめっちゃいいですもんね。視聴器僕大好きなんですよ、あの音。急に出てきた。思い出した声が。思い出したが。そう。あれすごいです。いや、そうですね。これよりいいですか？ 5 はやっぱり、でもちょっと手が出しにくい価格帯だとは思うんですけど、この ES、そうですね、プロ30、うん、今回出てきたプロ30を気に入った方がもし聞いたら手が出ちゃうんじゃないかなって正直思いますね。ほー、今3人ありがとうすごいな、あと大ちゃん、大ちゃん。ただまあ、これでも30でも十分ぐらいなところではあるんで、うん、こっから上に追求される方はすごいなとは思いますね。装着感を多分取っていったらなってくるのかなと思いますね。すごいわ、なんかもう寒いわ。怖いわ。はい、はい、あとちょっとごめんなさい、 UE900 と 535LTD との違いは、ほう、これもまた別ですね、うん、900もフラットなんですよ、うん、フラットで癖がないんですが、うん、やっぱりあれは聞くようですよね、うん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 、なんかこのプロシリーズは聞くもそうですけど、作る方にも使えるぐらいの正確さがありますよね、うん、もうちょっとエッジも出てますし、うん、900のフラットとはまた違うフラットですね、うん、で 535LTD はもうちょっとなんだろう、癖が強いというか、うん、確かあれももっと聞く聞くに振った感じのイヤホンなので、うんうん、そことは本当に別系統で、マジでこのカスタムのラインに入ってると思っていただいて結構かと思います。はい、はいはいはい、時間がめっちゃちょうどいい感じなので、質問があればどんどんください。あ、そう、ぶっこんじゃおう、あのウエストン4の後継機とか UM40 も出るみたいなんですが、どんな感じでしょうかと。ぜひヘッドフォン祭りになんかそこであの楽しい情報がてんこ盛りになると思います。はい、はい、まあそんな噂はあるようなないような。はい、完全にぼかされました。
あのヘッドホン祭りで多分、はい、あのサンプルも一緒に、サンプルって言っちゃもうバレバレですけど、おっとおっと、あのまあいろいろいろんな新製品とかですね、リニューアル製品とか、あのカスタムも含めて、カスタムも含めて、はい、あのまだまだウエストのカスタムをご存じない方たくさんいらっしゃると思うので、ぜひヘッドホン祭りでそのウエストのカスタムやってるんだぞっていうのも知っていただくとともに、新製品プラスカスタムの、うん、ニューモデルというか、もう多分お披露目できるんじゃないかなと思ってます。なんか水野さんに殺された気がしたすいません落とされたあの詳しいことはちょっと言えないんですけど、あの、はい、楽しめると思います。はい、はい、なんかあれですね、 ADV も出たばっかですが。そうなんです、これまだちょっと日本ではあまり知名度がないイヤホンになってる感じなんですけれども、アメリカで今もうバカ売れしてまして、そのアウトドアでその水滴とかそういうのを気にせずに使えて、結構タフに使えるので、そういう意味でそのウエストンからこういうモデルが出たっていうのもかなりこうインパクトがあったのと。確かに、はい、西さんがね走ってましたね、これつけて。西さん、西さん、西さんはよく走ってるよおっと、それはどういう意味かな。よく走るよねおっとはい、ということで、はい、僕の使命は最後に果たされたはい、はい、ね、いや今日はダメだな今日ね、今日ね、うん、なんかもうほら聞いてよかったら、うん、ね、欲しくなっちゃうのは悲しいかな、うん、人間の差がというもので、そうですね、物欲というものがありまして、ズガーンってくる感じの直球なドストライクな音でしたね。こんなに持ってるのにね、どうかしてるよね、どうかしてる、自分でも最近そう思う本当にね、新製品のラッシュですが、ね、かなり期待していただきたい明日発売の、はいはい、IM プロシリーズを今宵はご紹介をしていただきました。はい、はい、全部買えばいいんだうちのスタッフ一人におかしいやつがいるんですよ。この大ちゃんっていうのはちょっとね、ちょっとぶっ飛んじゃってそうなんです、もともと僕のね部下で入ってきた子で、うん、イヤホン好きなんだ、よかったね、よかった、この仕事一緒に嬉しいねってじゃあ、 あの子ね、モンスターのイヤホンここからここも重機のここからここも全部持ってるんですよとか言い始めて、すごいなんかちげえこいつ好きの次元がちょっと違う、ね、なんかやばい、やばいやつ来たみたいな、ね、それは多分このウエストンのやつを全部買っちゃうんじゃないかっていう、ね、なんか自宅暮らしだからって全部イヤホンにお金使っちゃうらしいですよ、ね、なるほどね、ぜひじゃあよろしくお願いいたします。はい、ということでちょうどお時間も10時となりまして、はい、最後に何か言い残したことは、もっとなんか言ったことないですか殺される一歩ってそうです、やっぱ実際にまああの、まあ、イヤホンさんに足を運んでいただければ、うん、実際聞けるの で、ね、ちょっと一回視聴していただいて、はい、まあ、人によって合う合わないっていうのはあると思うんで、うん、やっぱ今持ってるものと聞き比べてみたりとかしていただければなと思いますね。はい、ぜひぜひ。エイスースナンパはなぜあるの？あのテクニさんが代理店だからですよね。そうです。はい。はい、これ実はすごいダッカンプですもんね。そうですね、これも8倍アップサンプリングですよね、はい、8倍ってどないやねん、はい、はい、ポタフェスね、ポタフェスもやってますよ、いろいろ、ね、ご期待ください ね、はい、超忙しいです、そうっす、大変です今、はい、ですね、ね、ヒーヒーですよね、ヒーヒーですねはい、はい、ということで、はい、ウエストンの UM プロシリーズは、はい、明日から、はい、秋葉原では明日から、うん、ご視聴可能、ね、で大阪ではごめんなさい、1日遅れ送ってる間に1日経っちゃうので、うん、明後日から視聴可能となります。ぜひ、はい、プロ30聞いてみてください、マジでやばいです、うん、はい、あとヘッドフォン祭りでもこの辺すべて展示予定になりますので、はい、ぜひ聞きに来てください、はい、はい、ウエストンブースに立ち寄った際は、はい、
水野さん、原口さんってやってください見ましたと言っていただいて幸いですはい、では今日はここまで。来週は、はい、はい、来週は、来週は大阪店よりこちらですね、デレン、アルティメットイヤーズカスタムか UE900 かっていう、すごい今日のなんかテーマちょっとなんかね、なんやろな、ツーリーカーでやるみたいな、ね、多分あれだよな、西さんは UE が大好きすぎて、うん、あれだよな、もう最近おかしい感じになっちゃってるもんね、UE の人みたいになっちゃってる、あれだ、あの夢でも UE 聞いてんだよあれきっと、スピーカーもヘッドホンも全部もうどうかしてるよ、ね、そう、はい、戻しますね、この、はい、ライバル企業を告知するというなんという感じはい、はい、じゃあ今日はここまで、また来週も見てください。はい、ではさようなら、さようならありがとうございました。よろしくお願いします。ズズチャ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 ズズズチャズズチャズズズチャトン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 ウェストンってね、途中でね、うまい、ソーシャルでね書いてた人教えてくれた人がいてね、トヨクさんっていつも見てくれてるところでベッド吉田風にこれ絶対言う、振られたら言おうと思ってたんですよ。いいですねそれ、トン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 ウェストン、あれですか、ヘッドホンさえでトン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 ウエストンってなんかあるとか、あ、言っていただければ粗品をあ、じゃあトン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 ウエストンと言っていただいた方にはウエストンの T シャツをプレゼントさせていただきます。じゃあ大声でしかもレッド吉田風にっていう条件付きですね、はい、ハードル高い、すごい小声だと聞こえないので、はい、会場いっぱいに聞こえるぐらい。あ、なるほど、ちょっとゆうきゃんやってみたら僕は全然できますよ、ね、僕はもうねこの何千人の前でやってるんですけど、例えば藤屋さんに追い出されるちょっとやめてください。さようなら